これだって思ったんですよ。大学とかで聞いてる授業のすごい偉い先生が喋ってる言葉が全然響かなくて、心にも体にも、うん、俺が今世界に伝えたい思いってこの西表島の長老の言葉とか、この三線だよなっていうのを気づいたんですよ。三線かっこいいとかも思わないし、民謡はもう古臭くて面白くないなっていう感じが一気にイメージが変わったのがそのまさに二十歳。三線を通じて世の中の人に伝えたいメッセージ、都会に出たことによって、あ、ちょっとおかしいな、これが、まあ、都会の人って当たり前なのかもしれないけど、でもネイティブな生き方をしてきた人間化するとちょっと違うなって思って、やっぱり心も疲れてくるし、その西表島の先人たちが残した生き方とか精神性みたいなものをもっと掘り起こして伝えたいと思ったんですよね。でその時の手段として世界に響かせる音としては三線だろうと、言葉でもなく言葉を超えたもっとその深いものを伝える時に三線の音以上のものはないなって直感的に気づいた。